再開いたします。次に、村沢悟議員に質問を許します。村沢悟議員。 私は送付合図の一員として先に通告しました項目について質問いたしますはじめの大きな一つ目は高齢者支援体制の充実について敬老会のあり方についてです本市における65歳以上の人口について調べると平成30年4月1日現在3万5455人となっており総人口に対する割合は29.6%となりました いいよいよ高齢化社会が目前に迫ってきてきおりますさて、本市で開催している敬老会について開催要領を見ると目的には多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し長寿を祝うとともに市民の間に広く高齢者の福祉についての関心と理解を深め高齢者に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すことを目的とするとあります。 明領にある各地の会場は港、大戸、東山、北会津、川東、門田の6カ所と会津風河堂での開催とあります次に各会場の出席者の状況について調べると平成30年度の開催において出席率の最高は港地区で44%もありました低いところでは16.2%となっていますが 会津風河堂の開催に至ってはたった9.2%でしかありませんでした実際に私が議員になってから初めて会津風河堂の敬老会に参加したから時から比べると会を重ねるごとに明らかに参加人数が少なくなっていると感じています運営を支援していただいている赤十字保守団の皆さんからはそろそろ自分たちもお祝いしてもらう立場になると 次は誰がやるんだろうと今後の運営を心配している声が聞こえてきますまた多くの来賓の祝辞や紹介祝電の披露などが長く続く会場もあり正直辛いという話も聞こえてきます慶老会の本当の主役来賓とは誰なのでしょうかご招待してお越しいただいた高齢者の皆さんが主役のはずですそこで以下3点質問いたします 警老会については会津風河堂で開催している警老会と各地区で開催している警老会があります招待者数に対する出席者の割合を各開催地ごとに調べると会津風河堂開催の出席率が非常に低いげ現状にあります今後高齢化が進み居住している地区外への外出が難しい高齢者が増えていくことを考慮すると例えば 全ての地区で小学校区などの小さな地区単位での敬老会の開催を検討する時期に来ていると考えますが認識を示してくださいまた各地区で開催されている敬老会の開催時間の長さについては参加者からの聞き取りによれば最短で30分程度最長で1時間程度となっています各地区の開催内容についてはそれぞれの地区で特徴あるものになっていると考えますが 高齢者の負担とならないよう式典の進行を簡素化するなどの工夫が必要と考えますが認識を示してください次に現在の経路会の運営においては赤十字法師団や民生委員児童委員などの支援が大きな役割を果たしていますが運営側の方々も高齢化してきており今後の運営をどのようにしていくべきか検討する時期に来ていると考えます 地区別開催に加え子どもたちが地域で活躍できる場としてまた地域をより身近なものと感じてもらうことを目的に小学生や中学生など地域の子どもたちの力を借りて対応する取り組みも必要と考えますが認識を示してください次に記念品については対象者が75歳以上の方々であり準備する数は1万6800個 購入額は約838万円になります1個あたり500円程度のものからすると原材料も含めて含めてすべて純粋な合図産品とすることは厳しい現状にあると考えます記念品を選定する基準の中には地域経済への波及効果とあり各地区での取り組みを支援するためにも最も重要と考えます 実際に各地区の中小企業や商店は人口減少やインターネットなどを活用した販売形態への変化など社会的な影響により販売が減少しており後継者問題も含めて存続の危機に直面している状況にありますそこで質問いたします現在記念品の購入手配については市内の企業から手配していますが記念品自体は会津産品ではない状況にあると考えます 手配する個数が多いことから会津産品での調達は厳しいと思われるものの改めて中小企業の支援を目的として会津産品を活用すべきと考えるが認識を示してくださいまた各地区での開催に合わせた記念品については地元のお菓子やお弁当を活用するなど各地区の実行委員会に判断を委ねることも必要と考えますが認識を示してください 祝い金については81歳,のか歳以上の方々に5000円を贈呈しています平成30年度は1万977人に5300万円の予算が計上されていますこの5300万円がいかにいきなに1円でも多く落ちるかが重要でありそのために現金の配布のみでだけではなく季節の野菜や果物を送ってもいいのではないでしょうか そこで質問いたします敬老祝い金については現在の現金贈呈と合わせて地域振興券を発行し地区での買い物に利用したりふるさと納税のように地元産品からの選択性を採用するなど多様化する高齢者の要求に応えるとともに中小企業の支援と地域経済の循環を目的として取り組むべきと考えますが認識を示してください。 大きな二つ目は会津製酒の振興についてです一つ目は販路開拓の支援です一昔前には新潟の淡麗辛口の日本酒が市場で人気を博し会津の日本酒は販売が伸び悩む時代がありましたしかし近年メディアなどで芸能人や著名人が好んで飲んでいた会津番江町の銘柄を取り上げ 一気に知名度が上がったことで日本酒新時代を牽引する銘柄が台頭し次世代に本気で酒造りと向き合えば自分で未来が創造できるという希望を与えましたさらに会津ではニューウェーブと言われる新たな注目銘柄が続々と誕生しています会津の酒柄がお酒の質を向上させている背景には福島県が運営するハイテクプラザ 醸造試験場の存在がありますハイテクプラザは美島夢工房など県独自の公募を開発した研究機関ですそこにはハイテクプラザの職員の一人に醸造会のカリスマで福島県だけでなく全国的に有名な先生の存在がありましたこうした県の公設機関やカリスマ的な先生の存在は全国的に見ても珍しく 技術向上を目指した会津のお酒の質の向上に一役買っているようです。しかし、その会津の日本酒の実力は震災の影響もあり、広く一般にはその価値が知られていないのが現状です。高価な大吟醸や吟醸酒の販売は増えているものの、いわゆる普通酒の販売が伸び悩んでおり、酒造会社も頭を抱えているところです。 も頭を抱えているところですが今後の2020オリンピック・パラリンピックを契機に将来、外国人が日本に退去してやってくることを見据えて日本の文化である日本酒会津製酒の販売を拡大する絶好の機会としてやるべきことはたくさんあるはずです。そこで以下質問いたしします新潟県内には県内内ににはある酒酒造会社の日本酒が勢ぞろいして 聞き酒ができる本酒館という施設が JR 新潟駅や長岡駅、越後湯沢駅にあります。また会津多治駅には日本酒の自動販売機があり観光客に大変人気があるそうです。本市においても観光の玄関口である JR 会津若松駅構内や今後整備を予定している駅前広場または付近のビルなどを活用して会津製酒を発信する拠点として。 会津選手館を設置してはどうかと考えますが認識を示してくださいまた日本酒における普通酒の国内販売については伸び悩んでいるものの海外への販路はまだまだ未知数であり今後も間違いなく拡大していくことが予想されます日本貿易振興機構の日本産酒類の輸出促進事業に参加した海外バイヤーからのニーズ調査では高額な商品だけではなく 現地市場にあったお手ごろ価格の商品を用意してほしいどんな料理や場面に最適なのか商品にストーリー性が欲しいなどさまざまな要望が出ていることを考えると販路拡大に向けた取り組みはまだまだたくさんありますこれらの課題を会津若松酒造協同組合と連携して1つずつ解決し100%会津産の米麹・水で作った メイド・イン・アイズの普通酒をワインのように世界へ広めるべきと考えますが認識を示してください日本酒に関する資格に聞き酒師というものがありますこれはテイスティングの試験もあり日本酒の知識だけでなく日本酒を提供するものとしての提供方法もてなし方などの知識も問われますまさに日本酒のプロとしてのスキルが求められる試験です お酒を作る人と料理を作る人をつなぐ重要な役割を持っている菊崎市を養成し幅広く活躍してもらうことで日本酒の販売を増やすための取り組みにつながりますそのために日本酒に関する資格で最もポピュラーな菊崎市の資格を取得する取り組みを官民一体となって進めるべきと考えますが認識を示してください 2つ目は醸造発酵文化における酒かすの可能性と商品開発の支援についてです平成29年度第45回全国醤油品評会において相馬市にある山形屋商店の山分本醸造特選醤油が最高位の農林水産大臣賞を受賞しました福島の日本酒同様味噌醤油の醸造技術の発展も今後期待されるところです 会津においても味噌醤油日本酒などの醸造文化は地域の生活に根付いており小学校では味噌作りに取り組んでいるところもあると聞いていますそこで質問いたします子どもたちに地元産の米麹菌水から作った甘酒を通して醸造業について学ぶことで興味を持ってもらい将来の担い手へとつながる取り組みが必要と考えますが認識を示してください 近年酒かすの効能が改めて注目されていますテレビで放映された内容では11の効能が歌われています <coughs> その効能とは肥満の抑制コレステロールの低下代謝の改善便秘の解消腸内環境を整える抗うつ効果美容効果大腸がんや胃がんの予防抑制効果アレルギー体質の改善 アルツハイマー型認知症の予防骨粗相症の予防とあり酒かすにしかない独自の健康成分も含まれているために注目されているようですまた甘酒は飲む点滴と言われるほど栄養たっぷりの飲み物と言われており良質なタンパク質をはじめビタミン類パテント類パテント酸葉酸食物繊維亜鉛ほかにも各種ミネラルを豊富に含んでいます話はそれますが 俳句の世界で甘酒は夏の季語となっています最近では寒い冬に飲んで体を温めるためのものというイメージがありますが江戸時代は夏バテ解消に飲んでいたことから夏の季語となったようです科学的な根拠がない江戸時代でも栄養価が高い食品としてすでに認知されていたようですそこでで質問です。 近年、酒かすは栄養価が高い食品でありさまざまな効能があることから食品としてだけでなく美容にも広く使われているようになってきました酒かすの効能を広く市民に伝え家庭での料理などに活用することで地産地消にもつながる取り組みになると考えますが認識を示してください本市の企業においてもおいしさ健康安心を考えた付加価値の高い高品質の 発酵商品の開発に大学と福島県ハイテクプラザと共同で取り組み商品化した甘酒がありますこの商品は健康分もあり販売は順調なようでありますそこで2点質問いたします酒粕の価値を高める取り組みとして県ハイテクプラザ藍澤貨松技術支援センターと藍澤貨松酒造協同組合との共同で酒粕と乳酸菌のダブル発酵による 新たな商品を開発したり酒かすの医薬品としての可能性について研究するなど市がけん引して取り組んではどうかと考えますが認識を示してください最後に酒かすを飼料として与え育てた会津地鶏の研究開発に取り組み会津製酒を合わせて市内の飲食店限定で販売することでお互いの魅力がある価値の高い製品となるよう取り組むべきと考えますが 認識を示してください。以上で、弾道からの、壇上からの質問を終わります。市長。 村沢悟議員のご質問にお答えをいたします、はじめに小学校区、小学校区単位での敬老会の開催についてであります。敬老会につきましては、会津風河堂をはじめ、港地区、大戸地区、北会津地区、川東地区、門田地区、東山地区の7地区において開催しているところであります。 会津風が道以外では、司書・市民センター単位で開催しているところでありますが、小学校区単位の開催とし,たしとした場合には、実行委員会組織における継続的な開催体制や、ご協力をいただくスタッフ等の人員確保などの課題があるものと考えられることから、まずは司書・市民センター単位での開催を進めてまいりたいと考えております。 次にに開催時間の長さについてであります会津風河道や一部の地区敬老会においては式典が長時間にわたる場合があることを認識しております。これまでも式典の簡素化やアトラクションの内容の充実を図ってきたところでありますが今後も出席される皆様の負担にならないよう運営の工夫について実行委員会と協議してまいります。 次に、小中学生の協力体制についてであります会津風雅道の敬老会につきましては敬老会実行委員会をはじめ赤十字奉仕団地域支援ネットワークボランティアなどさまざまな方の協力により開催しているところでありますまた中学生ボランティアも加わって開催している地区もあり高齢者の方々への敬愛と福祉についての関心と理解を深める機会につながっているものと考えられることから 小中学生の協力の事例等について各地区実行委員会へ情報を提供してまいります。次に、敬老記念品の購入の手配についてであります。記念品の選定に当たりましては、事業者等から提案のあった品目を対象に、実用性や地元らしさ、地域経済への波及効果などを基準として、敬老会実行委員会で選定し、地元で制作したものを市内業者より一括して 購入してきたところであります記念品の選定や購入方法などその在り方につきましては各地区の実行委員会などからの意見を踏まえながら検討してまいります次に経老祝い金についてであります経老祝い金につきましては地域振興権などさまざまな手法が考えられますが贈呈される高齢者の方々に喜んでいただけることが重要であると認識しております 加えて、高齢社会の進展に伴い、価値観の多様化、さらには対象者数の増加が想定されているところであり、今後、敬老祝い金の贈呈手法等について検討してまいります。なお、その他のご質問については、主観者よりお答えを申し上げます。観光商工部長。お答えいたします。 会津青酒館の設置についてであります。現在、会津若松駅構内および駅前バスターミナル内の土産品販売店において会津青酒が販売されており、駅構内の飲食店においても会津青酒が提供されております。また、駅の周辺には地酒を扱う主販店もあり、多くの観光客などが利用しているところであります。このような状況を踏まえ、会津青酒館につきましては、 実種主,体も主体などを含め、今後研究してまいりたいと考えております。次に、普通紙の輸出拡大策についてであります。普通紙につきましては、全国的に出荷量が減少しており、本市におきましても減少傾向となっております。一方、日本紙の輸出につきましては、年々増加しており、平成29年の国全体の輸出額は約187億円で、 過去最高となっております本市酒造メーカーによる普通酒の輸出につきましては、すでに輸出を行っている国内大手酒造メーカーとの価格競争となることや、輸出国における営業費用等が割高になるなどの課題もあることから、まずは会津若松酒造協同組合と連携し、地域内における普通酒の消費拡大に取り組んでまいります。次に 聞き酒師の資格取得の推進についてであります。会津聖書の魅力を伝える人材の育成につきましては、会津聖書の消費拡大を目的とした会津聖書消費拡大推進協議会において、日本酒に関する基礎知識の習得や会津聖書への理解促進などを目的とした頑固一根講座やおもてなし講習会を開催しているところであります。市といたしましては、 本協議会への支援を通じ、飲食店や主販店の従業員などに合図接種への理解を深めていただく機会を創出していく考えであり、聞き酒市の資格取得の推進につきましては、関係機関とともにその有効性について研究してまいりたいと考えております。次に、子供たちに醸造業に興味を持ってもらうための取り組みについてであります。本市では、 日本酒などの醸造関連の企業が多く集積しており、食品産業の中核を担っております。将来の担い手となる子どもたちに醸造業への興味を持ってもらうことは、醸造関連産業の発展において意義があるものと認識しており、今後、市内で開催されるイベントなどにおいて、甘酒等を用いた醸造技術の紹介を行うなど、 醸造業への関心を高めてもらえるような取り組みについて検討してまいります。次に酒かすの利用拡大についてであります。酒かす,酒かすについては、ビタミンやアミノ酸が多く含まれており、その効能などについては、たびたびマスコミで取り上げられていることから、徐々に認知されているものと認識しております。また、市内の食品スーパーなどでは、市内の製造メーカーの酒かすが販売されており、 日常的に購入することができる身近な食材であることから、関係団体と連携し、PR に努めてまいります。次に、酒かすの新たな利用方法による商品開発や医薬品の研究についてであります。酒かすの新たな利用方法による商品開発等につきましては、県ハイテクブラザーによる技術支援体制が構築されていることから、これらを 活用しながら民間事業者が主体となって取り組むことが望ましいものと考えているところであります農政部長お答えいたします藍津地鶏にかかる飼料についてであります現在本市において藍津地鶏を飼育販売している養鶏場においては穀類を主体とした藍津地鶏専用の飼料により飼育しているところであります 酒粕を添加した飼料につきましては、栄養成分の分析をはじめ、飼育の効果を検証した上で、商品化のための加工や経費の試算などが必要となることから、まずは県の専門機関や事業者などと,などとの意見交換を行いながら、その可能性を探ってまいります。以上でございます村沢悟議員。はい、一定の答弁をいただきましたので、再質問をさせていただきます。 まず敬老会のあありり方についてであります市所市民センターでの開催を検討を進めていきたいというところでありますが、あのこちらについてはぜひ、まあ、小学校、小さな隊といったところでありますけれども、まあ、あの港においては、参加率が高いというところなんですが、地元の方が、高齢者の方を送迎したり、 様々な取り組みを努力してこういう結果が出ているということも聞いておりますのでぜひやはり地域地区での開催を取り組んで積極的に取り組んでいただきたいと思いますのでぜひこれは要望として挙げさせていただきますで、式典の簡素化の部分でありますがま30分と1時間ということで差がありますまあ、こういうところもありますので最短で開催しているところの 運用の状況、運営の状況について、ぜひ長いところの開催地に対して、こういう取り組みでやってますよということで、参考に提供してみてはいかがかなと考えますので、まずそちらについて、答弁をお願いいたします。続いて、子どもたちの力を借りてというところでありますが、あの今回、一般質問、昨日から続いている中でありますが、学校を格とした地域づくりであったり、コミュニティスクール、地区社協など、 様々なこう地区のあり方について、今問われているのかなと私も考えております。まあ、その中で高齢者が。高齢者を知らない子どもたちがいるとまあ、格付かずかということなんですが、また孫だ孫の世代を知らない高齢者も地域にはいるということで、改めて地域のあり方が問われていると思っております。また、子どもたちも。 大勢の前で活躍することで褒められて自信がついて自分たちもしっかり地域で見守られているんだということで活躍がまた期待されるところでありますのでぜひここについては港地区でも先ほどあったとおりですが参考にしてこの港地区等々の各地区の取り組みをぜひ他の地区に広げていただきたいと思います。それについても 確認をさせていいいたただきとと思まますす、えー、ああいい金であります、まあ、あの検討していくということでありますけれども、やはり一つ、現金だけですと、まあ、その日にもらえるものを、ことを楽しみにしてらっしゃる方もいるという状況でありますけれども、ぜひ農産品ということで、1年間通せば会津にはアスパラガス、いちご、トマト、柿、 リンゴなどさまざまあるわけですから。そういうのも選択肢に入れてみた、どうかと考えます。まずここで、質問を。二回目の質問を終わります。健康福祉部長。え、はい、経路会に関するさい、再度のただしでございます。えっ、ー、と、まずの地区での開催っていうのは。えっ、ー、と、まあ。 拡大をしておりまして、えーまあ、年度ごとに広がっているわけでございますが、基本的にあの地区での開催を進めていくというスタンスにございます。でその中で、各地区においては、実行委員会を形成して、実行委員会の中で、その内容を検討しているところでございます。例、えーえー、例えば簡素化でありりまますとか、えー、子どもたちとか子の関わり云々につきましては、えー、選考事例 あるいは他,市他地区の開催状況を情報提供することで、いいものを取り入れていただくというふうに進めていきたいという考えでございます。あと、祝い金でございますが、これについては、まあ、今後検討していかな、まあ、随時検討していかなきゃいけない内容かなとは思うんですけれども、例えば農産品なんかにしてしまうと、中にはあのなかなか取りに来られない方などもいらっしゃいますので、そのもの、 あるいはどんな形というのはそこも含めて検討していかなきゃいけないので今後、えー、さらに検討していきたいというふうに考えてございます以上でございます村澤悟議員はい、えー。拡大については各地の情報提供ということで今後もよろしくお願いします、えー、産品については郵送も含めて対応してみてはどうかと考えますのでまずこれは一つ質問ですで本、えー、週間でありますけれども 精州すべて揃っているところというのはない現状にありますあの会津精州だけではなく福島の精州を拠点として取り組んでみてはどうかとそうすれば国県福島県の所造組合と連携して建設の予算等はできるのかと考えておりますまずこうお聞きしますで、えー、普通酒の拡大についてですけども ワインは赤ワイン、白ワイン、またライト、ミディアム、フルボディ、甘口、辛口というものがあります。日本酒には色が透明であって、そういうところが海外の人には分かりづらいということがあります。聞、まあ、き酒酒の資格含めて拡大販売拡大するために、こういう肉、魚に合うお酒、またストーリー、物語というところで様々な提案をしていかなければ、 海外のには日本酒は売れないと考えておりますので、ぜひその辺の考え方をあの質問させていただきます観光商工部長。えー、2点、再度のご質問をごちそ、えー、しております。1点目が、会津製,製酒館の設置についてということだと思います。で 会津静止館の設置につきましては、まあ先ほどもご答弁申し上げましたが、まあ会津若松駅周辺をはじめといたしまして、えー、市内に会津静止を提供している飲食店、あるいは主案店、手腕店等がありますので、民間事業者との関係を含めて、慎重に検討していくもの、していく必要があるというふうに考えてございます。あともう一つ、今ほどの、あの、普通市の拡大にあたりまして、えー、まあ、 引き裂け等の活用も含めてです、ねあのまあ、ストーリー性を持たせるべきではないかということでございます。まあ、これについては、まあえー、会津若松酒造組合の方とも、あのそのへんはあの十分協議をいたしまして、そういった酒の、まあ、消費拡大につながるような取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。